ガソリン車と大差ないお値段が現実に。シトロエン C3 が4代目へ進化した。先代までは少し影の薄い存在と言えたが、初代からの22年間に560万台が提供された。同社にとって主力モデルの一つだ。新しい C3 には内燃エンジン版と電気モーター版があり、今回試乗したのは後者。 E, C3 を名乗り、航続距離は3 2 0トル以上とされ、英国価格は21,990ポンド、約427万円が想定されている。ガソリン車と大差ないお値段が、ついに現実になったと言える。この低価格化の鍵となったのが、ステランティスグループのスマートカープラットフォーム、 東南アジアやラテンアメリカなど、新興市場で販売されている安価なシトロエンと、同じ哲学で設計されたそうだ。コスト破壊のエンジニアリングを掲げ、スケールアップも前提に小型車を主軸に開発されている。大型モデルを前提に開発し、簡略化して小さなモデルへ展開するという。 一般的なものとは逆の手法と言えるだろう。その結果、部品数は従来から3割ほど削減。製造方法や部品の調達方法も大きく改められたという。また、前輪駆動のバッテリー EV へ最適化しつつ、内燃エンジンにも対応させている。E-C3 のサイズは全長 4015mm。 全幅1 7 5 5ト、mm、ル、全項1 5 7 7ト、mm、ル、全高は1 0 0、mm、トルほど伸びたが、それ以外は三代目と大きく違わない。直線基調でシンプルなデザイン。見た目はクロスオーバーだが、あくまでも雰囲気重視。最低地上高は高めで、ルーフレールや樹脂製のフェンダーモールを備えるが、 走破性はハッチバック並みだと考えていい。フラットなボンネットがアクティブな印象を強めている。個人的にはもう少し個性を打ち出してもよかったのではと思う。新しいダブルシェブロンのロゴは目立つし、スクエアで金星は取れているが大胆さは弱いかもしれない。インテリアのデザインも直線基調でシンプル。 エアコン関係には独立した操作パネルがあり。10.25インチのタッチモニターは主にカーナビやオーディオ用。Apple CarPlay と Android Auto へ無線で対応する。ステアリングホイールにも実際に押せるボタンが並ぶ。ダッシュボードの奥にはメーター用モニターが装備され、基本情報を確認しやすい。 一般的なヘッドアップディスプレイよりスペース効率やコスト効率は良さそうだ。運転席の視点は通常のハッチバックより100ミリメートルほど高め。運転姿勢はクロスオーバーライクだ。ダッシュボード上のトレーのほか小物入れは充実。鉱石側のスマートフォン置き場など賢いデザインが散りばめられている。 車内空間にはゆとりがある。シートはアドバンスドコンフォートと名付けられ、座り心地の良いフォーム材が仕込まれ、肩周りのサポート性が高められた新アイテム。ルノークリオより快適だと感じた。テールゲートの開口部は位置が高く、荷室容量は3 1 0 l ある後席の背もたれは、 60コロン40の分割で倒せる。時速5 0トルまでは活発最大の強みは乗り心地。英国仕様のパワートレインは2種類で、今回試乗したのは、額面で4 4アワーの駆動用バッテリーと 112PS の駆動用モーターの組み合わせ。後続距離は3 2 6トルが歌われる。 もう一方は3 3アワーの容量で1 9 9トルの航続距離になるという。ただし発売は2025年が予定され、詳細な情報は明らかになっていない。バッテリーはリン酸鉄リチウム LFP という新技術のもの。安価で長寿命という点が強みだが、エネルギー密度は高くなく、 温度による性能変化が小さくない。シトロエンの CEO ティエリー・コスカス氏は、低コスト化にとって有望な技術だと主張する。車重は 1416kg と意外なほど軽いが、112PS が生む加速力は興奮を誘うものではない。それでも時速 50km 程度までのダッシュ力はかなり活発。 それ以上の速度になると、勢いが徐々に減じていく。例、時速1 0 0トル加速は10.4秒とのことだが、そのほとんどは時速5 0トル以上で使われている様子。高速道路での追い越しは、追い越し車線の後方車両と十分な距離があることを確認して、計画的に済ませたい。 リラックスしてクルージングするのが良い。いい。C3 で最大の強みと言えるのが快適な乗り心地。サスペンションもアドバンスドコンフォートと名付けられている。油圧バンプストッパーを採用し、比較的滑らかなオーストリアのアスファルトをスムーズに処理していた。リアアクスルが少し暴れる場面もあったが、 キャビンはそんな動きから隔離されている。平穏な車内が乱れることはなかった。安っぽさは皆無長く使えるいいもの感。グリップ力が高く、コーナーでは安定性にも関心する。優しい加速力や乗り心地と同じく。意欲的に一体感を持って駆け抜けるタイプではない。それでも、 ターゲット層が運転体験へ強く不満を抱くことはないだろう。ステアリングフィールは気迫。直進安定性はもう少し高くても良い。乗り心地以外ではジープアベンジャーのバランスが光る。英国のトリムグレードはプラスとマックスの2段階。グレードを問わずタッチモニターやしなやかなサスペンションなどは共通して装備され。 マックスを選ぶ必要性は低いかもしれない。現実的な航続距離は、郊外の一般道中心で2 5 0トルから2 7 0トル程度と考えられる。日常的にストレスを感じる短さとは言えないが、より長い方が費用対効果では望ましい。エアコンは高効率なヒートポンプ式ではなく、 冬場は少かなからず短くなると予想される。ガソリン車と変わらないお値段で。目立った妥協のない仕上がりといえる E、C3。シトロエンらしく、ぴったり十分といった哲学が漂う。安っぽさは皆無で長く使えるいいもの感が好ましい。必要とされる機能を備え、極めて快適で運転しやすい。 普段使いの B セグメントクラスに、幅広い人が納得できるモデルが誕生したことを大いに喜びたい。シトロエン E-C3 欧州仕様のスペック。英国価格21,990ポンド約427万円予想。全長 4,015mm 全幅 1,755mm 全高。 1577ミ、mm、リメートル。最高速度、時速135キロメートル0、時速100キロメートル加速、10.4秒。後続距離、326キロメートル電品5.7キロメートル、キロワット。車両重量、1416キログラム。パワートレイン、永久磁石同期モーター。 駆動用バッテリー 43.7kWh 実用量。急速充電能力 100kW 最高出力 112PS。最大トルク 12.2kg M ギアボックス1足リダクション。